僕先週ステマの話したよね。しましたね。ね、はい、でそのステマの話なんだけど、うん、ブログとかフェイスブックってステマだらけじゃないですか、はい、でフェイクニュースが問題になってるんだけど、フェイクニュースの前って本当はステマ問題あったよね。ありました、ありました、はい、そのステマ問題って、解決策とかあの意見のまとまりがないままどっかに行ってない、うん、ただ一応ですね、まあ、YouTube やる方の、うんところにはやっぱりあの、うん、動画のところにちゃんと提供、うん、あ、そうそう、最近 YouTube やってる人でこれはどこどこから提供された商品をなんとかって書いてあったりするよね、たまに忘れるんですけど、ね、やばいです、ちゃんとやらないと、うん、だから先ほどステマであるかないのかと違ってるのは、自分で買って批判するのかとかね、はい、そういったのがちゃんとできればね、うん、でね、はい、この間あの小さな恋の歌っていう映画見て感動したんだよって話してたんだけど、はい、よく考えると映画も久しぶりだったわけさ、あの去年の、秋、まあ、夏頃からちょっと心臓がね、はい、悪かったりなんだかんだして、うん、なかなか映画館にも行けないし、うん、2時間こう同じ姿勢で座ってることがなかなかできなかったんで、はい、まあ治ったことだし行くかって見てきたんだけど、 YouTube をずっと見てたんで、あの本当に監督がいて作り込んだものってすごいよねっていうのが、さすがだよね。まだ見に行ってないっす。いやだから、ね、うん、ひょっとして、はい、そうそうそう、映画ってやっぱりいいなっていうのが今結論で、うん、あの小さな恋の人がどだけが素晴らしいとかいう話ではなく、はい、やっぱり映画っていいんだなっていうのが、うん、そう、もうその話しちゃったのもずっと映画行きたくてね、たまらないです。あ、で最初はその小さな恋の歌、うん、それ行こうかなと思ったんですけど、うん、どうもうちはやっぱり子供がいるからと思った瞬間にゴジラ行きたくなっちゃう。ゴジラ行きたいね。行きたいです、行きたいね。であのこれから夏休みに向かってどんどん映画新作とかね、はい、あの大作が出てくるんじゃないですか、はい、ちょっとやっぱり見たいよね。見たくてたまんないです。どうしようかな。このあのエクスペンのなんとかも出てくるわけでしょ、はい、やっぱり見たいよね。見たいんですよ。もうなんかそろそろね、あの子供がもう5歳ということで、うん、今まで生まれてからずっとね我慢してたけど、そろそろ行ってもいいか。60歳からシルバーでしょ。あ、そうですか。1000円じゃなかった。そう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 。僕格安になって1100円かな。もう安くなってる。それでこの間からちょっと映画映画してるのは1月に僕60になりましたよっていう意思表示が、うん、はい、はい、格安なんで。それはそれでいいな。何年か前にあの、はい、ゴジラ見に行った時に、僕だけゴジラ見て、うちのかみさんと娘の方は別な映画見てる、ただね、映画館賢い、自分が60になってから言うんだけど、で特に4月過ぎてからは、うちの同級生とか、定年退職された方、本当に4月から暇持て余してて、言葉悪いごめんね、ちょっと暇な時間、やっぱり時間、まあはい、時間持て余してる方々が時々いて、はい、あの昼間、どっか行かないかってお誘いがあるわけさ、うん、で、もともと僕、働いてる時は夜しか行けないから、行ったら結構客っているじゃないですか、はい、でも今、昼間行くと、本当にあの、ガラガラとまでは行かないけど、結構空席たくさんあるんで、うん、これをカラーで見せるよりは、1100年でもいいから人を埋めた方がいいよね、うん、でなおかつ僕だって、結構時間あるからついついステマじゃないけど上を買ったよって書いちゃうじゃないですか、はい、ひょっとしていい客じゃないかな、うん、確かに。しかもあのポテチじゃないけどポップコーンとコーラ買っちゃうしね。そう、買って買いますね。なんで買っちゃうんだろう。なんで買っちゃうんだろう。うん、でポップコーンね食べてると、うん、あの、ますます喉が絡む。もっと大きい方がいいんだけどね。うん、え、ね、で、でっかいやつ。でっかいやつ買ってるよ。何がいやいや、でっかい、結構でっかいやつあります、うん、うん。でっかいやつ買って食べてるよ。それバーレルっていうぐらい。はい、そんな感じ。バーレルぐらいかな。で、うん、コーラも結局一番でかいやつ。一番でかいやつ買って座ってます。けどコーラは最後まで持たなくて。でもあの、僕の膀胱が最後まで持たなくて。そうそうそう。抜け出すとかね。途中ちょっと我慢しながらね。うん、大変なんですけど、ね、はい。はい。やっぱり、モードです、モード。え、うん、ポップコーンとコーラ、うん、そうだね。あの、はい、映画館によってはすごい音が出るシートっていうのがあるじゃないですか。す、うん、僕まだあれを体験してないんで、ちょっとゴジラはそこで見たいなっていうのが少しあるかな。どこで見えるかな、そういうの。セブンプレックスあったような気がするから、ちょっと調べて行ってみようかなと思うんだけど、うん、
1つか2つぐらいのところなんじゃないですかね、うん、あると思いますよ、サラウンドとか、うんうん、ああいうのをね、腰のところにちょっとあの低周波出す、うん、そう結構ね、やっぱり映画館で見ると音すごいじゃないですか、音すごいよね、だからもうやばいな、行きたいな、そうあの最初は慣れなくて耳に締めてから来たんですよ、そうなんですか、ああいうのちょっと見たいな、あ耳が慣れないと怖い、うん、うわみんな後からこう、どんどん大昔は一番前あたりみたいな、白装リッチの時でしたっけ、うん、久しぶりに映画館で行ったんですよ、あの銃声が後ろからした時振り向いちゃいました、おっつって砲弾とかね、びっくりした、あやっぱり映画館の音は全然違うなと思って、あこの FM プラプラさんからやっぱりまたメールが届いてるんですけど、はい、スマートスピーカーに FM プラプラが対応しましたってことで、はい、FM ウルマも FM プラプラの専用にはなっているので、うん、また別料金にはなるんですけども、今回からはアレクサとかね、の、スピーカー、スマートスピーカーを使って、うん、FM オルマを聞いてって言ったら立ち上がるようになるプログラムを準備できますよと、でその時にうちはだからさっき言ったように緊急救急電話、救急車に電話してとか、うん、ちょっとそういうのもあったらいいんじゃないかって提案してるんで検討しますってことなんですけども、うん、できたらいいよね、いいですか、はいはい、何度も何度も言うことです、うん、となるとアレクサの方ですか、うん、うん、アレクサはアマゾンのやつ、アマゾンかな、うん、いいなまあ値段もね、あのいろいろあるんでね、ええ、でもそんな高くないやつ1万円以下のやつでなんとか、うんうん、したいなとは思ってますけど、どうでしょう、うん、うん、まあ出てからですな、まあでも一番いいのはやっぱりあのラジオなので、はい、防災ラジオがどこにいても聞こえるような、うん、電波の強さにしてもらうのが一番いいんですけどね、うんうん、もう 20W 小さいからせめて 50W にしてよっていうような運動がどっかに起きてくれないかな、うんうん、また口が滑れそうになったんでまずいんですけど、はい、なんとかね、上限 100W みたいになってるんです、うん、でも災害時には 200W、300W って許可が下りたりするんで、災害時に突然聞く人じゃなくて災害時に問題なく聞けるように練習するためにも、うん、常時 300W でよくね、うん、だって僕はあの常時、台風が来る前から台風シーズンに入りました情報を出すわけでしょ、それをちゃんと聞こえるかどうか確認してください、うん、で電池とラジオも用意してくださいとお願いするんだから、うん、普段から聞けるようにちゃんと準備しておくべきじゃないかと、こちら側も、だから、災害が起きたときにワット数を上げますよではなく普段から上げてくれないかな、うん、と言い続ければ誰か聞いてくれるかな聞いてくれるかもしれない、うんうん、であの沖縄っても18局とか19局あるから、はい、もう飽和状態じゃないかとかいろいろあるんだけど、うん、でもあの1局1局のワット数を上げるのは問題ないと思うんで、島国、うん、島なんで、うん、なんとかなんとかあの100ワットぐらいにならないかな、うん、なんとかなるといいな、100ワットってそんなに大きくないよね、4級無線、うん、ハム4級だよ、いやいや4級無線のハムがあるじゃないですか、はい、あれもっと強いよね、いやいやあれ何ワット、10ワットです、10ワットなんだって、でもうち2級陸上無線技師が必要だから4級と一緒にしてもらったら困るよね、移動が含めるから50ワットまで、うん、移動局は50ワット、おー、うん、もう半分の免許取ろうかな、まだやってる人たちいますよね、うん、いやあの50ワットも出るんだったらどっかから中継するときは半分で中継しようかなって、うん、あれはほら笠川工房中継だからね、そう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 、モノラルだしね、うんうん、まあそういうのもいろいろ考えながら、の FM の帯域が、まあ、全然違うから、うん、はい、うん、それも面白そうだな、半分ああそろそろインタビューなんだね、防災とかスピーカーとかの、はい、ものが幕張であるんですけども、お今年は2015、11月13日15、まだ先だな、まだ先ですね、うん。